元プロ社会人選手のスーパーレーザービーム。本日はヤマハ公式野球部潜入第2弾、名手が勢ぞろいのシートノック。まずはキャッチボールからご覧ください。キャッチボール中、ひときわ強肩な選手が、背番号5番元横浜 DeNA ベイスターズ、網谷啓翔選手。2018年 DeNA を戦力外になるもヤマハに入社、再び NPB の世界を目指し奮闘中。よし、やばいです。いや、キャプテンもやばいですよ。早球でなんか外野手としてテーマとしていることとか意識していることってあるんですか？とりあえずコースを外さないこと。まあ、結構カバーしてくれる選手もいる。コースをイメージして投げてます。高さ浮かないように、はい、そうです。決まってる。マジみんな、我々ヤマハ公式野球部は過去3回全国制覇を成し遂げたことがある。あの時の選手たちと今のお前たち何が違うか、俺は全く違うとは思わない。今日この日からもう一回全国制覇を心に刻み、一気一気打尽ノックしろ。ノックノック感動しました。OK!
ストーン。おお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 おセカンドショート。オッケー。はい。ナイスボール。はい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 。ランナーの足を折りました。行きましょう。センターサード。はい、どうぞ。センターサード。いいタッチだ。いいタッチだ。はい、いいタッチボールが。はい。あきた。あきた。はい。もう一つやるくる。あきた。アミヤ選手にお話を伺いました。社会人野球ってどういうイメージ？プロとはまた違うこの一発勝負、はい、
それがすごくこう緊張感もあり、プレッシャーもあり、会社背負ってやるっていう、その責任感とかを追いながら、まあ、プロ野球もそういう日本シリーズとかありますけど、まあ、僕はこう2軍にずっといたんで、はい、まあ、そういったところでの緊張感というのも味わったことなかったので、1球に対する重みってすごく感じながらやってますね。まあ、社会人はチームで勝って評価されるっていうところなんで、まあ、その自分だけ良ければいいってわけじゃないんで、はい、まあ、そういった面で、はい、もう予選とか、そう、東海特にしんどいですよね。もう本当に死ぬか生きるかじゃないですけどそれぐらい追い込まれてるんだ。デッドボールだろうが何だろうが塁に出ればいいと思いますし、やっぱり格好で野球っていうよりかはもうがむしゃらにじゃないですけど、見せる野球からもうそんなもう泥臭さがないと、はい、ピッチャーのレベルとかってどうですか？コントロールがいいですね。やっぱりその一球の一発勝負っていう世界なんで、はい、やっぱりその荒れてると試合ってやっぱ作れないじゃないですか、はい、しっかりそのアウトコース、インコースっていうのはコントロールよく投げられて、はい、ます、ね。野球人生でプラスですか、この社会人野球？もうすごくプラスで、野球感っていうのがすごく変わった。あーワールドペガサスを使われていた。あ、はい、あれなんでですか？はい、のいる3年目かなんかの時に作ってもらって、はい、あのワールドペガサスの西島さん回もらってすごい良くて、はい、あ、そうですか。それで、まあ、一昨年ちょっとオーダーさせてもらって、でもう去年いっぱいずっと使ってて、今年ももう使ってるんですけど、はい、すごくいい革で、その耐久性もあるし、はい、はい、まあ、今年一応今年25になる年なんですけど、はい、今年まで一応 NPB に挑戦っていう資格っていうかものがあるんですけど、はい、まずはこの都市対抗優勝ってところ、そこをまず第一に考えて、その延長線上にその個人的な評価をしてもらえたら、嬉しいなっていうふうに思いますね。まあクビになってもうここで野球やれない状況だを今こうヤマハ野球部に、拾ってもらって、はい、野球やらせてもらってる立場なんで、しっかりとその感謝を持ってやっていきたいですね。恩返しと、はい、陰ながら NPB 復帰も応援させていただきます。明日は第3弾紅白戦をお届けいたします。私決死の思いでサードを守りました。打席でも命がけ、どうぞ明日もご覧ください。